ちょっとで進むはずなんで。一人ならいけるけどか。そうやん、お化け怖い。リアルでは。私一番マイコ。これ何人まで乗れるんですか。もちろんマルチメンバー全員乗れます。9人乗れるようになってますから。一番、あ、じゃあ僕が給料ありますよ。パパ一番前乗っちゃって。パパパパ。はい、うん。え、空いてるところ。一番、うん、詰めてね。うん。オッケー。うわ、クリパ乗ってる。うん、店員さんちょっと確認して大丈夫。大丈夫です。はい。クリパ乗ってる。係員の確認が終わりました。あ、なんかアイテム投げとる。いたずらっ子。魚。じゃあ発射します。発射します。はい。あ、誰かお客さん。ガガガ。行きます。ガガ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 ガできます。イエー。イエー。あ、え？ん？これはいい、これはいい。ちょっとで進むはずなんで、はい。はい。ね、はい。はい魚が落ちてふふふ、いいね。雲以外には襲われます。ああ。ふふ、雲は登ってきよるからな。あ、じわっと登っております。はい、いいですね。一番前の人ならわかると思うんですけど、うん、やっぱ空のトロッコの方が早く進む、うん、そうなんだ。うん、お金合いです、ね、雪生めさ飛んでくる。体重が重いですな。うん。ドキドキ。前の方に乗っちゃうと、空のトロッコが後ろから来た時にまた押されて下戻って。そう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 。繰り返して。うん。俺さっきそうやって。なかなか。うん。発射が遅れるんで。上来た。かけるじゃん。改良しよう思ってんの。到着。すごい。さあ、僕が行きましたので、次あとかける氏が行けばスタートでございます。高さ約100メートルのところか。来た。出発。行きます。いや。おお、来た。いや。ふぅふぅぅぅぅぅ、複数人でのことをそれらしく、うぅふぅ、すでにホイールさんが投げてるんですけど、そう、ホイールさんなんか投げてるやろ。後ろに後ろに、キュッキュー、うぅ、超いいね、超いいね。遠くから見るとこの辺がね、描写されてなかったよね。ああ、なるほど。うん、シティの描写距離が関係から。そうかもしれない。すごいね。はい、パパ収納、JP 収納、ホイール収納、ポンズ収納、マグニー収納、かけるし収納、収納、おうの、あ、OK ですよ。片付きましたよ。イエーイ、はい、ありがとうございます。楽しかったぜ。こちらこそありがとうございます。楽しかったぜ。ありがとうございます。面白い、すごいね。すげえわ、やばすやば。上見に行ってみたい。結構レールよりも、うん、レールの下の柱を設置するのがすごい面倒くさ。面倒くさそうやな。あ、どういうことか理解しました。理解しましたか。うん、理解はしてないけど、あの理解したんや。あれ上に、さすが JP さん、理解はしてない、理解はしてない。すごいですね。さすが、止まってるとこ何で止まってるのかな。いらんこと言ってしまった。気になったところだけは分かりました。上だけね、発射する仕組みが分からない。まあ、フェンスゲートでただ単に止めてるっていうだけなんですけど、うん、一番最後の人が止まったらちょっと、まあ開けて開くようになってるね。はい、随所に感じられる演出がいいですね。本当は一回転もしたかったんですけどね。一、うん、回転、一回転ってどないすんねやろな。お、一応できますよ。落ちる感じになるの。一回転、お、落ちる感じになるのかな。うん、上げられる感、上げるのと上げるのと落ちるのと、うん、
一応海外の人が作ってるんですよね。1回転できる機構。ただちょっと俺のこの複数、うん、組み込めなかったと。はい、カート一人ならいけるけどか、うん、はい、ちょっとあまり間隔空けてやるのもなんかなんか繋がってる感がないんで。ああ、なるほど。一人ずつやって回ったらええやんけと思ったけどってことね。あ、はい、一人だけだったら、ま、た新たに作ればいいのさ。でもそこはホイールさんにお願いして。振ったなるほど。なんでやねん。なんでやねん、うん、作れたもん作んねん。次なもん作んねん。わしはまりメリーゴーランドを作るんや。随所に魚が落ちてるんですけど。魚とかもろもろ落ちてるんですけど。そう、ホイールさんといえばメリーゴーランドみたいなことになってますけど、作ってないですよって。これからですね。了解しました。今返したよ。食べ物を粗末にするな。怒られた。食べ物を粗末にするなって食べてるなあ。愛やな、食べ物に対する愛やな。何を食うてんだ。おかきやな。氷という、氷、氷という食べ物か。食べ物粗末に。もう、まあ、そこだけ、そこそこだけ見たらデブやんな。一人でじゃあ、そう。釣りをしてる JP を発見。釣り師やな。救急車。かけるしかなくて。ジジだっけ言ってたの先週。なんかこのラッチは何なんですかみたいな。あ、言ってた。うん。このラッチがそのフェンスゲート。ああ、なるほど。ほんまにジェットコースターに関係ない機構やな。そうそうですね。すごいな。なので戻ってきた時の、うん、トロッコの回収したする時の動力。看板つけるの。で、あ、開くと。なるほど。看板。潰しちゃった。ホイールさんのに合わそうと。いった。この、ね、柱の間を通るのがすごくいいな。育成中。すごいすごい。そうか、JP さんこれ大丈夫ですか。何が、何が。え、絶叫ダメだったみたいねって言ってた。あ、絶叫って、いやごめんなさい、ちょっと僕あの、そっちの絶叫ウィール充電。お化けと思った。お化け。あ、怖いっていう感じの。それは苦手です。苦手だ。マウニと同じやな。ダメだ。そうやん、お化け怖いわ。リアルではジェットコースターもダメですけど。え、リアルではお化けは大丈夫なの。お化けっていうか、お化け屋敷ダメなの。なんもダメです。じゃあマウニと一緒に入ってもらいたいね、リアルで。いや、誰もリアクションもできない。誰も得せへんやんな。そうそれを後ろから録画して、しとくという。録画しとく。カメラ持って。面白いリアクションはできないんですよ。うわー。大丈夫、疲れた。うるさいやろな。アホかー言うて。バーってな。バイト代なんぼやねん言うて。どうしてもあれ演じてる人を近寄ってきたら触りたくなる。ああ、これ握手したわ。あ、どうもつって。あとセンサー探したくなる。センサーどこで動いてるんかな。あ、なるほど。あ、バイオキ発見。どういう動きしてるんか。バイオキございます、こちら。まじまじと見とります。ここ、看板。見ているぞ。いやいや、見ているじゃない。育成中、ポンズ育成中と、ポンズ10、あ、じゃあ、ホイール、
充電中。充電中。2連培養。ちゃんと、ホユーさんはエンダーファール2つ持ってるし。で、こっち、ポンズさんは何も持ってないね。マグニーはマグニー。よし、俺も培養しに行ってこよう。